こんにちは、森下アットホームの森下です。いやー、なんかようやく本格的に寒くなってきましたですね。まあこういうタイミングなので、まあいよいよ冬支度を本格的にっていうことになるので、今日はこの寒さについての、まあ、基本的なね、あの知識のもちょっとまあ確認しといた方がいいかなと思いまして、今日のテーマはですね、適正な室温ってどれぐらいっていう、まあ、話なんですけども、皆さんどうです？大体何度ぐらいの温度が冬はいいなとかって、そういうのを意識的に考えられてる方いらっしゃいます？これがね、やっぱり分かれててですね、僕の周りの多くの元気のいい男性はですね、あんまり温度って感じの人多い反面ですね、お子さんをね育てられてるお母さんとか、それからまあお年寄りを抱えてる方みたいな方は、やっぱりこれぐらいの温度にしとかないとねっていうことはちょっと思われてるようです。なんでまあちょっとまあいろいろこうばらつきはあるんですけども、まあちょっと冬の初めというかこう本格化の前なんで、適正な温度ってどれぐらいかっていうのを一応確認しておいた方がいいと思うんですね。で、まあ、いつもより僕のちょっと板書き見てもらいたいんですけども、実はもう世界の中ではですね、こう最低室温規定っていうのがあるんですよ。もう人間が住む部屋は最低こんだけまでにはしときなさいっていう規定なんですけども、これがまあこういうのに先進的なドイツであろう、がね、イギリスとか、まあ、アメリカとか、まあ、そういうようないろんな国々でみんなあるんですけどね、日本っていう国はなぜかないんですよね。だからこれなんかあんまり冬の寒さに対するなんかこう一つのこうラインみたいなのがこう曖昧なまま暮らしてるのが日本っていう、まあ、変な国になるんですけど、世界中ではどれぐらい大体言ってるかというと、最低ね、そのあなたのその人間が暮らしてる部屋は18度以上にしましょうっていうのが大体まあ多いです。でさらにまあWHO みたいなそういう特にこう人間のこう健康に関して一つ基準出してる機関なんかは、まあ、健康上の理想を言うならば21度ぐらい以上あった方がやっぱりいいよねっていうふうに言ってるので、まあ、この辺がまあ一つのまあ目安になっていくのかなと思います。でね、でもまあこの例えば21度とかってこう一口に言うんですけども、これね21度の部屋に寒がりの人を連れてきたら、あったかいって言われるとちょっとなんかまだ肌寒いですねみたいないうような人もいらっしゃるんですね。なんでまあ僕の経験でいくと、これを23、4度ぐらいまで上げると、ほぼまあ多くの寒がりの人も含めた多くの方が、いやいやここは十分にあったかいとおっしゃってるっていう感じになります。ただですね、この一つの計算の中でね、家全体を1度温度を上げるっていうことになるとですね、暖房費が、まあ、13% ぐらいこう割増になるっていう計算結果があるので、すごいですよね。だから21度から 2,3 度上げようと思ったら 13% かける2とかそうなるわけやから、20何%、3割近くその暖房費上げへんかったら十分ならへんっていうと、これまだ結構現実にはちょっとしんどいんかなっていうこともありますので、まあそういうことから鑑みましたらね、現実はこの日本においては21度ぐらいの温度になるように目指していくのがまあいいのかなと思っています。だから21度で目指しましょうって、まあ、まあ今日はねこれをまあ言いたかったんじゃ実はないんですよ。そうするとね、21度目指そうって言ったらね、一番身近な人が手っ取り早くやるのっていうと、まあエアコンの温度設定のあるじゃないですか。あれで何度何度ピッピッピッと押して、あれ押して例えばエアコンの設定温度21度ピッと押して、ピッとやったらエアコンゴーンと回ってずっと回るんですけど、ある領域になったらちょっとセーブされますよね。でそうすると何でか言うと、エアコンのセンサーがこの部屋の室温は21度になりましたよということで、まあ、ちょっと弱めますねっていうふうにやってくるんですけど、その21度をに、まあ、機械が測定してるんやから人間みたいにこう感覚じゃなくてセンサーが判定してるんやから鳴ってるはずなんです。確かにね鳴ってるんですけど、
そこにいる人21度になっているからもういいでしょうって言ったら、結構な人が、日本の家屋に住んでる結構な人がね、いやーちょっとまだちょっと寒いです、あの全然物足らへんです、ズバリこれだったらあったかうちにならへんです、みたいな、そんな感情を持つ人が多いんですよね。でこれはじゃあこの人特別寒がりやからっていうんじゃなくてね、実はあのその大きな理由があるんですよ。それはここでね、いろんな温度が出るから、あのぐちゃぐちゃな悩んでほしいんですけど、その人が体感している温度が21度じゃないんですよ。え、なんでそんなこと、なんで21度の空気の中おるんやから21度のはずやんって思うんですけど、これじゃなくてですね、あのこういう公式があります。体感温度を、まあこれはまあニアリーで、まあ、出していく、まあ、イコールじゃなくてほぼほぼイコールで言うと、簡単に言うとエアコンはですね、あの確かに空気の温度を21度っていう風に制御することができるんです。でもですね、体感温度はその空気の温度だけじゃなくて、その人間ってまあ部屋の中にいますから、部屋には当然壁とか窓とか天井とか床とかっていう、こう面で構成されてますよね。でこの構成されてる表面の温度にやっぱり人間の体感かなり影響を受けるんです。まあ、これをですね、この平均放射温度って言うんですね。この周囲の窓とか、そのいろんなこの表面的なこの面ですね、面のそれぞれの面積ありますよね。その面積で暗分して計算するんですけども、この平均放射温度とか平均表面温度って言われてるものと、この室温とのさらに平均がおおむね人が感じる、あの体感する温度だと言われています。なんでね、もう皆さんお分かりだったと思うんですけども、あの適正な温度っていうのはまず知って、適正な温度になる暮らしっていうのを目指さなあかんのですけども、じゃあそれをどういうふうに得るかっていうのはなかなか難しいんですよ。でこれがまあ典型的に書いた2つのパターンですけども、この人が暮らしているこの空間のこの壁とか天井とかのこの表面的な温度が低いってどういうことかというと、簡単に言うと、その囲まれてる面の断熱性能があんまり良くなくて、外気の影響を結構受けてるっていうことなんですよ。だから断熱が弱い、少ない、十分でない家に行ったら、例えば壁冷たいんですよね。もちろん床も底冷えして冷たい。で天井も、まあ、人間触れませんけど、ああいうあのサーモカメラみたいなの持ってみると、もう確実に温度高くないんです。なんでね、例えば天井12度、壁10度、で窓は、シングルガラスなんかで4度ぐらいになってしまいますんで、外気0度でしたらね、床温度12度ぐらいに、まあ、なっちゃう。で、お人は0ですよ。実際になったら0です。でそうすると平均放射温度っていうのは11度になってしまいますから、あの室温が20度、まずはまあ20度ぐらいにしよう思って、21度設定でエアコン回して正確に温度で測ってみたら、20度ぐらいはこの部屋もうなってるよって言うんやけど、なんかおる人寒い寒いって言うと、それはそうなんですよ。これの平均は体感温度で言うと約15度ですわ。15度って言うと、寒い外から入ったらあったかいと思いますけど、ちょっと慣れてきたらなんかサワサワすんなみたいな感じの温度やないかなと思います。だからね、あのなんかドテラみたいなのを着るとかみたいな感じじゃないと、ちょっと寒さがしのげないみたいな感じですね。で一方ですね、断熱がある程度されてるお家だったら、同じように外気温が0度でも、天井は18度、壁は18度、窓が16度ぐらいで、床が18度になるので、室温は同じ20度でも体感温度は平均になると、平均放射温度が18度ぐらいになるので、これがね体感温度19度ぐらいなんです。1度ぐらいしかダウンしないんです。あのこういうあの人間感じる温度のメカニズムを知っておいてほしいんです。だから寒い家に暮らす人がもういいや、もう例えばあの年長者に多いんですけど、もう何年生きれるか分からへんから、もう家つつかんと、あの暖房だけガンガン温度したらもうええんやって言うんですけど、家の断熱が足りてなかったら、なんぼ暖房機で温めても結構寒いままなんですよ。
なので、適正温度をちゃんと考えるときにはここをぜひ視点に持っておいてほしいんです。ですのでね、僕そのこう住んでるシニアの方なんかがいやいやこれでいいんやっておっしゃることがあるんですけども、ぜひそのお子さんであるとかお孫さんである、まあ、特にお孫さんなんかがね、もしこの動画見てくれてたら自分のおじいちゃんとかおばあちゃんがそんなことを我慢して暮らしてるんやったらここをちゃんと言ってあげてほしいんです。だからできるだけ、窓を強化するとか、それから隙間風が起きにくいように、建物のこの隅とかですね、コンセントみたいなところに目張りをして隙間風が入らないようにするとか、まあ、そういうようなことを通して、まあ、最終的には断熱をしっかりやるっていうところにじゃないと、本当の意味であったかくないか、体に悪いから、そういうのをできたらやったらとか、やるのをお手伝いするよとか、応援するよとか、手伝うよみたいな感じで言ってあげてもらって、まあもうね、本当僕身の回りに寒さをそう何て言うんですかね、我慢するっていう、本人我慢してる意識なしにそれをこう甘んじて受けてる年長者の方多いんでね、ぜひちょっと周りの人がいやいや言って、だからこの見てくれこの温度にしとんやんって言われても、そうじゃなくてこれは体に応える部屋やから、こういうふうにしようねっていうふうにぜひ助言をしてあげてほしいと思っています。なんで冬ね、今年ちょっとね、この冬なんか変で、最初ちょっと暖かかった日によっては夏日みたいな、ちょっと人間の感覚狂わすとこが続いてるんで、ちょっと急に今冷え込んできた時にね、油断してる方も多いんで、ぜひちょっとそういうことも思ってもらいたい。ですから、なんていうんですかね、設定温度が低く、高くし、低く、一定のやつで寒く感じるんやったら、ちょっと高めにしているのを全然進めてあげてください。で、そういうことと合わせて、ぜひ、なんかね、去年も開催させてもらったんですけど、寒くなってきたら、そのプラダンで20万度にするとか、まあ、この前もちょっと解説したんですけども、その窓の立て付けとかをちゃんとすることをちゃんとやってあげて、家の断熱が良くなるということを助長するというアクションをぜひ一緒にしてあげていただけたらと思います。はい、まあこんな感じでね、なんだかんだ家づくりについてというか、まあ、暮らし方のための基礎知識みたいなことを解説してますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。